サーシャ・ピボバロバは、ロシア・モスクワ出身のファッションモデル、芸術家。ジェマワードと顔立ちが似てよりよく比較されるが、ジェマよりも線が細い印象のモデルで、フェアリー系とも一部で呼ばれる。身長174センチ。モデルになろうとは考えたこともなかったが、モスクワの大学生だった、当時の友人で、 現在の夫イーゴリ・ビシニャコフが彼女の写真をモデルエージェンシーイムグに送ったところ契約となった。イムグと契約後、わずか2週間でミウッチャ・プラダの目に留まり、2005年にプラダは独占契約を結び、秋冬のランウェイでデビュー、トップモデルへのプラチナチケットとなるプラダのファーストルックを歩いたことで注目を集めた。2005年秋にプラダのキャンペーンモデルとなった。 以後5シーズンにわたって、プラダの顔を務めており、ミウッチャプラダのミューズと言われている。他に、シャネル、バレンティーノ・ガラバーニ、ルイ・ビトン、グッチ、ジョルジオ・アルマーニでもモデルを務めている。また、2009年までに、すべてのビッグメゾンの仕事に関わった。2007年5月に、アメリカ版、ボーグにおいて、ドーチェン・クロース、キャロライン・トレンティーニ、ラケル・ジ・マーマン、アギネス・ディーン、 ジェシュカスタム、ココロシャ、ヒラリー・ローダ、シャネル・イーマン、リリー・ドナルド・ソンラと並んで新しいスーパーモデルとして紹介された。2009年のモデルズ .com のスーパーモデルランキングでは2位にランクイン。2010年は3位。2009年1月にフランス版、ボーグにより2000年代を代表するトップモデル30のうちの1人であると発表された。各国。 防具の表紙にたびたび登場している。写真家、スティーブン・マイゼルのお気に入りとして、イタリア版の表紙には5回登場している。2006年から2011年末まで防具のカバーを飾った回数は32回に上る。表現力が豊かで多様性のあるモデルと評価が高く、ティム・ウォーカー、マリオ・ソレンティ、マリオ・テスティーノ、 パトリック・デ・マルシェリエなどの有名写真家のお気に入りモデルとして何度も指名されている。2011年に発行されたボーグのクリエイティブ、ディレクター、ロビン・デリックの著書であるボーグモデルで創刊90年以上にも及ぶボーグの歴史の中でファッション誌に名を残す伝説のモデル97人の一人に挙げられている。同年にはハリウッド映画インタイムに出演。 さらに、エビハラユリ、小島春菜、水原キ子、ゲイレライ、およびアンナケイの5名と並んで、資生堂のヘアケアブランド、椿の新たなミューズに就任。12月から早速同ブランドのテレビコマーシャルに登場している。母親の影響により、幼い頃から芸術を学んでおり、6歳からアートクラスに通い始める。他の女の子たちがお人形で遊んでいる時に、 私はペンで遊んでいたの。と語っている。CNN のインタビューで仕事の中で一番好きなのは旅行と写真を撮ることと答えている。芸術と読書が大好きで住まいのあるニューヨークブルックリンにはスタジオを所有しており絵画を学ぶ学生でもある。バッグの中には絵を描くための道具が入っておりホテルやバックステージで描いていることもあるとのこと。描画には 鉛筆や絵の具の他にワインやコーヒー、口紅なども使う。またスケッチブックや画用紙などは再生紙を使用している。2008年にはパリとニューヨークでカール・ラガーフェルドの支援を受けて個展を開く。またシャネルの子供向けに作られた絵本の差し絵のオファーを受けたりと芸術家としても活動の場を広げている。カール・ラガーフェルド、ミウッチャ・プラダ。 ジャンバティスタ・バリ、ジャンポール・ゴルチエなどが絵を所有している。また、カール・ラガーフェルド、ミウッチャ・プラダは、アーティスト活動の支援をしている。兄一人、弟と妹の四人兄弟の長女である。長年の友人で、写真家のイーゴリ・ビシニャコフと2006年に結婚。その後、正式な結婚式はタイで行われた。夫のイーゴリ・ビシニャコフが経験な仏教徒であったため、 自身も結婚を機に仏教に改修。タイでの結婚式は仏教式で行われた。また、ブルック人の自宅には仏像がある。2009年6月アメリカ版の防具では、夫や家族、友人のジェシュカスタムやイリナ・クルコバラと結婚式のシーンを再現した。12歳からベジタリアンであるが、肉料理を作ることはできる。定米のためにボルシチを作ることもある。 友人が多く、特にモデルのブラダロスリャコバ、スネージャナオノプカ、ナターシャポーリー、マリナ・リンチュクと仲が良い。また、ララストーニア、ジェシカ・スタムやイリナ・クルコバも友人関係にある。ミラ・ジョボビッチは最も尊敬するモデルであり、友人でもある。事前活動にも取り組んでおり、2008年に行った古典の収益を児童福祉団体に寄付している。2009年に、 ロシアの児童福祉協会チャリティに参加し、事故や病気で顔の復元を必要とする子供たちや孤児のための支援を呼びかけた。2011年にはクレジャベ派の呼びかけに賛同し、ドクターズ・ウィズ・アウト・ボーダーズに自身の1日分の給与を寄付した。自身の生活では節水やゴミを減らすことを心がけている。また、自宅には自身が 仕事先のパリのホテルで使用したナプキンやショッピングバッグなどを再利用して作った人形などが飾られており日常からリサイクルを心がけている。2011年12月に妊娠を発表。出産と育児のため1年間はモデル活動を休止。ありがとうございます。